で、視野が狭くなってるとかなんかね、そういう症状なんかもあると急性の閉塞性の隅角緑内障だっていうのは分かると思うし、緑内障とかがない眼圧が上がってない人は多分こう触っただけでなんか柔らかいでしょ、まあ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 柔らかいでしょ、このこれが普通だけど、硬い人は本当に硬い。なんか例えばね、今の篠田君とか五十嵐さんが頭痛いですって言って緑内障の発作だってちょっと思わないんですよね、あまりにも絵が綺麗すぎるから。だからそこは違うかなと思うんですけど、だからある瞬間に食道静脈瘤の話をしてるんだけど、食道異静脈瘤の話をしてるんだけど、そこで破裂したらもう噴水用に本当に血吐きます。だけど吐いた血が実は赤、真っ鮮血じゃな、鮮血じゃなくてちょっと黒かったりすると、その時の症状は噴水状に吐かなくてもなんか胃もたれする、すごく胃が重くて辛いっていう症状で来た時にすでに胃の中に血が溜まってるわけですよ。だジョルト陰性ですって言うと、あ、じゃあ髄膜炎大丈夫かなってみんな思うんですよ、フィジカルとして。他にどんなのありますかね、髄膜炎の所見で。後部硬直は、まずね、必ず首が問題ないという判断してね、横振ってください、横に首を横に振って柔らかいかどうかを確認して、で、こうやってやるんですけど、なんで横に振んなきゃいけないかっていうとですね、みんながおそらく出会う高齢者たちは首が結構硬いです。ブルジンスキーとケルニヒっていうのが一応聞いたことあると思いますけど、あれ非常に出ること少ないから、光が眩しいかどうか、アイボールテンダネスをして、でジョルト&アクセンチュエーションやって、で後部硬直、ここまででとりあえずはいいと思います。